Yo guys, this is me Ryan. We will see the new main story episode. Let's go to the story and yeah, we will go to the main new story set on the continent Astria. And there is this chapter 1, a mysterious girl. Okay, so I think so it is still the interlude. I think we already seen this. We are meeting with Amit. But yeah, let's just do this with the voice on. Let's see the story and hopefully the YouTube video won't get strike. We will just do this auto and I will like あんたの物語がバッドエンドになるかハッピーエンドになるかは神のみぞ知る。I will like give you guys know what happened and yeah, maybe I know, maybe I don't know. I will just like commenting the dialogue. I will just do this auto. ただまあ、基本的にあんたは状況に振り回されるばっかりで、ぶっちゃけ置いてけぼりになると思うから、私の方からいろいろ補足してあげる。そのためにこの幕合の私との対話があるわ。あんたにとっては夢みたいなものだし。すぐに忘れられちゃうんだろうけど、ちょっとでも何かが残ることを期待して言葉を紡いでいくわ。ともあれ、まずは前提から。記憶喪失の主人公であるあんたと従者のコッコロタンは約1ヶ月間ランドソルで日銭を稼ぎながらホテル暮らしをすることになったのよ。ちなみにコッコロタン以外の子ペコリーヌちゃんたちとはホテル暮らしを始める前に一旦お別れしてるわ。同じ町で暮らしてるし、たまに会ったりはしてるみたいだけどね。その間にあんたはたくさんの女の子たちと出会っているの。数えてみたらだいたい40人以上の女の子たちとね。そして会話し交流し、どんどん仲良くなってるわ。え、そんなの記憶にないって？本当にそうかしら。よーく思い出してみて。ちょっと真面目に記憶をひっくり返して探してみれば、あんたと女の子たちとの出会いや交流の物語が見つかるはずよ。彼女らの発言の中に聞いたことがない単語なんかが出てきても、あんたはもしかしたらどっかでその単語を聞いて意味を教えてもらってるかもね。それらの情報やあんたの経験を組み合わせて、あんたはこの世界やあんた自身が抱えてる謎を解いていかなくちゃいけない。あんたがあんたであるためにね。そしてこの歪んでおかしくなってる世界を正すために。おっと、最初からダラダラと喋っちゃダメね。長話はこれで一区切りにするから、あんたはあんたの物語を満喫しなさい。あんたの人生をね。道に迷ったら私が導いてあげるから。Okay, so that is the story. So it is like the first time we are the chapter one. Oh, we are still continuing this. Oh, this is continue to the next story. So yeah, let me just pause this. Okay, so it is still paused. So for the first one, the Emmet. So we are I don't really know for sure about the story of this precon, but it is like we are nearly defeated by the what her called is the Kaiser, I think that is the name, and we are nearly lose, but Yui nearly got hit, but we are covering for Yui, and then when we are alive or we are conscious, we got to the Emmet, and Emmet is like the afterlife, but then we got back to this life. And this is around a month has passed since Huragan. began his new life in the city of Lan Doso. Let's see.
主様、大変申し上げにくいのですが、もうお金がございません。故郷を出立する際に長老よりロギンを頂戴したのですが、さすがに底をついてしまいました。ランドソルは都会でございますしね、物価が高いのです。それでもなんとかやりくりしてギャスギャス宿を探したり、自前で食材を調達したり頑張って節約しておりましたけれど、もうお財布が空っぽでございます。なので主様、私働きに出てもよろしいでしょうか。なるべく主様の元を離れて行動したくはございませんが、私お仕事を探して賃金を頂戴し、生活費に充てたいと考えているのです。主様はごゆるりとお心のままに、その辺で遊ぶなり美味しいものを食べるなりしてくださいまし。これは本日のお小遣いでございます。どうぞ。それでは失礼いたします。夕刻には宿に戻りますので。いかがいたしました、主様。顔色が優れないようでございますね。慣れない環境でしょうし、体調を崩されたのでしょうか。心配です。それともお小遣いが足りませんでしたか。すみません、先ほど渡したのが残りの手持ちのお金のすべてなのです。仕方ありません。私の装飾品などを売ってお金に換えてきますね。 Okay, so Kokoro and the main character is broke, and Kokoro suppose doesn't have any choice and suggesting to sell some of her accessory. But yeah, I think her accessory is he has hairpin, necklace, bracelet, and also got the ring. But yeah, it is better not to sell it. Let's just continue and save it. では困ります。公衆の面前でございますから。いかがしましたか。私がそばにいないと心細いのでしょうか。ふむ、主様も働きたいと。労働などの区域はすべて私が担いたいのですけれど、人に働かせて自分だけ遊ぶのも罪悪感がございますか。それが主様のお気持ちでしたら、私は尊重いたします。主様はお優しい方。二人で稼いだ方が効率的でございますしね。では、そうしましょうか。この広場に求人情報などが貼り出された掲示板があるはずでございます。その掲示板にて、私、良い感じのお仕事を探そうかと考えております。そんな方向で主様も構いませんでしょうか。では早速。ああ、あれです。あちらが九段の掲示板でございますね。Okay, so there is movie here, but this movie is from the anime, so I can't really show this. Let's just skip this. 大丈夫でございますか。かなり派手に転倒したようですが。して踏み台の上で背伸びしてたらうっかりバランスを崩しちゃいました。ダメですね、スズメったらドジで。
スズメ。あや、これはこれは、ご無沙汰しております。なんだか恥ずかしいところを見られちゃいましたね。主様、お知り合いの方でございますか？あ、はい、この方には以前ちょっぴり親切にしていただいたんですよ。こちらの子は、あなたの妹さんでしょうか？やーだー、可愛いですね。お嬢ちゃんおいくつ？今日はお兄ちゃんとデートですか？妹ではございません。主様にお仕えしているコッコロと申します。そうですか、では私と同じような感じなんですね。同じというと、スズメ様も主様にお仕えを？いや、違うんです、ごめんなさい、説明が下手で。私はご覧の通りのしがないメイドなんですけどね、とある高貴な方にお仕えしてるんです。今もお嬢様、その方のお使いでお仕事を手伝ってくれる人を探してたんですよ。見てください、これ頑張って作った求人の張り紙。ふむ、引っ越しのお手伝いですか？荷物の梱包とできればそれを運搬する馬車の護衛も。簡単なお仕事ですけれど、かなり破格の報酬でございますね。えへん、うちのお嬢様は基本的にドケチ、いえ、あ、倹約家なんですが、お金を使うべき時には大盤振る舞いしがちなんです。この掲示板に用があったんですよね。職探しをしているならよろしければこのお仕事を受けていただけませんか？もちろんご都合が合えばって感じですけど、全然知らない人よりは面識のある人に頼んだ方が安心ですから。ほう、渡りに船ではありますし、かなり条件もいいのでお引き受けしてもよろしいのですけれど、私の一存では決められません。どうしますか、主様。Okay, so there is this Suzume. We have met her in the past, but I don't really know because this is the story. And now this Kokoro is thinking that we need help or not. That's just help being grasped by me.どういうことでしょう。ああ、先ほどスズメ様が転んだ拍子に主様に馬乗りになっていらっしゃいますね。ごめんなさい。私ったら本当にうっかりばっかりで、あなたにまたがったままのんきに世間話なんかしちゃってましたね。出たせいでバランスを崩してまた転びましたね。もはや馬乗りどころか主様と絡み合って寝そべっている感じに。本当にドジな方なのですね。これでは荷運びなどには苦労するでしょうし、確かにお手伝いが必要かもしれません。メインストーリーはノーマルクエストをクリアすると続きを見られます。Okay, so that was the story. So we are looking for food with Kokoro, doesn't have any money, and then when we are searching for job, we met with this maid, and the maid is Suzume. We have met her before, we have helped her, and yeah, we are talking with Suzume when she is so clumsy thatfall into the main character, and yeah, that is the story of the clumsy maid's request. And that's all for now. Thank you for watching this video. Hope you guys are watching this video. Don't forget to leave like, subscribe, and see you guys next video.
Oh, so we are recovering our lost memory. I just read this. And that's very cool. And let's continue our adventure. That's all for now. Thanks for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and see you guys next video. See ya.